浜松に来ました。なぜかというとこちらです。でれーん、田中先生、そして御仏の奇跡、はい、浜松市美術館で3月25日から始まる仏像展御仏の奇跡に今日はお呼ばれしてやってきました。イエーイ、朝早かったですねはい、ということで内覧会、そして今日のトークショーまでね、はい、丸一日ありますので、はい、お楽しみに、お楽しみに行きましょう、はい、わー浜松城公園を入ってきて、うぐいす見えてきました。こちらが浜松市美術館です。でかいデカポスターだデカポスターと撮りましょう、うん、今日朝何時に起きました？4時半。早っもう中入りました。こんにちは、はい、久保ちゃん合流。こんにちは、はい、仏像大好きアナウンサーの久保紗理奈です、はい、よろしくお願いします。結婚式の動画ぶりの登場ですね。お久しぶりです、はい、で今回はこの浜松市美術館の御仏の奇跡展で我々3人で、はいはい、スタートと同時にトークショーをさせていただくんですけど、はい、その告知はこちらもう見てグータンヌーボー、はい、これ夜の仏像トークショーね。またなんで今日は今まだ朝ですけど、はい、長丁場です。はい、私も若いわみんな漏れてるあの頃の私と現在ちょっと若干違うかも若干違うかも。まあまあ楽しみですね。こんな感じでまた夜まで追いかけますのでよろしゅう。イエイ。内覧会の様子です。今回はなんとほとんどの仏様がガラスケースに入っていなくて直接肉眼で拝むことができるのが最大のポイントです。また360度ぐるっと後ろまで見て回れるので素晴らしい姿余すことなく体感してください。また今回の展覧会に合わせて初めて調査をしましたとか初めてお寺から出しましたとかいう仏様もいらっしゃるので貴重な資料情報をたっぷりと見ることができるんですね。また年代順に並べられていたり役割ごとに仏像が並べられていたりと仏像に初めて触れる方の入門にも最適な内容となっています。浜松市にはいろんな歴史があるなということも勉強できるのも大きなポイントです。内覧会終わりました。桜が綺麗です。春ですね。暖かいですよ。暖かい、ね、ちょうどいいですね。仏様も結構いっぱいいて、はい、うん、密、仏の密、あの密、ね、三密。ポスターにいらっしゃる仏像の倍以上、ね、余裕でいましたね、はい、うん、見どころたくさん。新聞、我々が載っている朝の新聞に、イエーイでは夜のトークショーのために英気を養いに、はい、行きましょう。こっちに浜松のうな重、イエーイ、お母様。私映っていいですか？いいですか？イエーイ、いただきます。やったね、最高にいい匂いだぜ。マカイア人に来ました。イエーイ、空き時間の旅です桜が咲いております。ダランダラン、そしてご本堂がこちらに、普段非公開の仏様が、今回マカイア人の仏像が浜松市美術館に行ってるので代わりにいつも収蔵庫にいらっしゃるものを手前に引っ張り出しているという噂を聞きつけてやってまいりました。楽しみ。それがこちらの時刻天像。いや、かっこいいですよね。動きある、顔もイケメン。こちら平安時代に作られたことは間違いないと東京芸大の藪内教授などがおっしゃってるんですが、まだ細かいことは調査が入っていなくて分かんないんですよね。ちゃんと調べたらこれだけのものですからね、すごいものが出てきそうです。こちらの絵の屏風も今だけ公開中でございます。この愛染明王、素晴らしいですよね。鎌倉初期の作品なんですけども、面白い言われがありまして、源頼朝公が京都と鎌倉行ったり来たりする時に立ち寄るこの浜松の地で懇意にしている女性に送った愛染明王像なんですって。
って頼朝こうプレイボーイですよね。ただその送られた女性は生涯この愛染名を大事にして最後には出家までしたという愛を貫いた女性なんですね。まさに愛の仏愛染名を女性が大切に守ってきたからでしょうね。こんなに綺麗に装飾が残ってるんですよ。頼朝こうナイスプレゼントですよ。そしてなんとなんとこのお寺にはもっとすごいものが隠されてたんです。ご住職に見せていただきました。それがこちらです。どどん。平安時代末期から鎌倉時代初期に作られたと言われるこんな大きい3メートル級の仁王像が残ってたんですよ。ヤフ先生が、調べに来たんですよ。ヤフ先生なんとかしてくれないですか。ねこっちが阿行で、まあ、こっち運行がねだいぶ傷んじゃってるんですけど、まあ、一応これも結構ね大変になってるんですけど、でかでかい、まあ、本当は本堂の中に祀られてたんですね。迫力すごいな。すごい、損傷がひどいために一度解体されてこのように保管場所で横になって眠っております。上にあの松の木がね一本、あ、はい、あの遠くの方ですよ。あっちの、はい、あっちの山、はい、バスの一本ピコって出てるの分かりますか。はいはい、マカヤジの帰りでございます。すごかったですね。ねえ、びっくり、すごい大仏さんがいっぱいありました。久保ちゃん、よかったね。いやよかったです。大満足のお姉さん、仁王像すごかったですね、はい、そうすごかった。解体されたままのね、あんな横になってる仁王様ってね、造高約3メーターの仁王様がね横たわってたから立ってるところ見たいですよ ね。あと愛禅さんね、愛禅さんね、ちっちゃい、すごいなんか頼朝公のラブな感じが、好きな人にプレゼントしちゃうっていうところがやっぱその旅路に女性をやっぱ皆さんけこうね、その権力者となる方はやっぱ盛んですね、決起、が決起が盛ん、でもそのね愛禅さんをもらった方がそのあと出家なさってね愛禅名を守ってきたっていうそのラブな感じがいいですよ ね。いい、阿弥陀さんも、阿弥陀さんも良かったね。お庭も綺麗だったし、綺麗でした。住職のご案内もねすごい丁寧で分かりやすくて、ね、すごい良かったです、ね、感謝ですね。久保ちゃんのお母様運転ありがとうございます。ありがとうございます。ということで博物館に戻ります。さあ博物館に戻ってきました。こちら2階の展示室です。ずらっとこんなに並んでらっしゃって、不文字さんの阿弥陀様とお薬師様がいて、ドゥン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 、はい、ただいまです。ただいま博物館、おー、暗い、こんにちは、はい、美術館、美術館か、浜松市美術館、暗い暗い暗い、広いですね。ずらずらと、ね、ほんと贅沢にこんな感じで後ろ姿も見えちゃいます。はい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、素敵です。みんな撮ってる。タダーン、この宝冠釈迦三尊、いや、ほんと、ね、綺麗ですよね、ほんと美人ね。また再び誰もいないところで贅沢に何か味わせていただいて、はい、ありがとうございます。いよいよね、あと1時間ぐらいで特集が、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、バイバイ、バイバイ。はい、夜の仏像オンライントーク終わりました。学芸員の島口さんです。浜口です、島口さんです、はい、よろしくお願いします。いや楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございました、こちらこそありがとうございました。結構もう専門的な説明が、それを聞いたさでなんかいろいろ質問しちゃって、押したらどうしようみたいなところで、しかもお上手、ね、もう喋り慣れてらっしゃる、ダメです、されてますね、プロの皆さんに本当ね、こんな囲まれてもこんな落ち着いて喋らないですか。
資料も忘れ、画像を入れるのも忘れ、ね、画面も出ないと。生ですからね。生ですから。皆さん助けていただきました。本当に。いや、楽しかったです。本当に、はい。なんかね、マニアの人も楽しめるし、それこそ初めての人も楽しめるし。初めての人もびっくりすると思います。びっくりすると思う。ありがとうございます。私本当に広々と空間を使っているので、もう本当にいろいろなこと気にせずね、本当感染症対策もバッチリですので、はい、はい、ぜひ浜松市美術館にいらしてください。はいはい、よろしくお願いします。見てください。ありがとうございました。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。オフィサポ、オフィシャルサポーターです。イエイ。イエイ。どうだった？いやちょっと今日は朝の、なんと3時半起きで、7時半入りでちょっとやってまいりましたけれども、あのこれからもね、明日ぐらいにもうあのサリーナチャンネルの方でもこちらの、あの美術館の特別展の見どころをお伝えすると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、私の動画がある頃にはもう上がってます。そうですね。お願いします。田中先生どうでした？いやもう楽しかったです。もう朝本当に早く起きてやってきた甲斐がありました。ね、もうこんなに、達成感がありますね。仏像いっぱい見れて、もう360度も見れて、この近くで見れて、もうすごいもうテンション上がりまくりです。ね、距離が近いですよ、仏像と。わかる。興奮が冷めやらない感じです。はい、はいはい、じゃあ帰りまーす。帰ります。バイバーイ。さあ、ということで浜松市美術館で丸一日浜松の仏像を堪能しました。もうね、久保紗理奈ちゃん、田中宏美先生、そして学芸員の島口さんにお世話になって、もう充実した一日でした。はい、ぜひ皆さんもね、浜松市美術館に来て仏像を生で体験してみてください。本当生で見るものは全然違います。ぜひ、ちょっと遠いかもしれないですけどもね、コロナの対策も万全にされていますので、まあお出かけついでにいかがでしょうか。見てくれてありがとうございました。それではまたね。ナムー。